さあウッドベリーから最後コッツァー、コッツァーが決めました。ウッドベリー決まりました。10対2。30番、ウッドベリー選手にリスバーグ。さあ、そして上田、ゴール下には上田がいました。15番の谷口、ケビン・コッツァ。さあ、振り向いた、決まりました。児玉、決まりました。ウッドベリー、最後は谷口、そしてコッツァ、決まりました。高平、そのまま高平いった、決まりました。逆転、鈴木のファウルがありまして、バスケットカウントです。そしてウッドベリーに、ウッドベリーどうだ、決まりました。リースバーグ、そのウッドベリーに右サイドから来た、ウッドベリー、これで今日32点。